こういう紙を留めるゴム、はい、ゴムなら何でもいいです、はい、これぐらいの長さのものを購入していただいて、ここから指先からこの部分の半分、縛ったところが半分の長さになるようにこうやって縛ってください。まずこういうものを用意していただいて、引き分け、こことここの筋肉を寄せるようにして手はパッ、こことここの間にゴムを挟む、握るんじゃなくて挟んでいただいて、こちらは取りかけ、こういう状態で、で最初は正面向いてもいいです。で第3の時にこれが、この上の紐が矢と想像してください。で矢をまっすぐまっすぐ肘でちょうど口割り、口の高さに来た時にこの肘と肘両肩をこうしない、こうしない、この状態でまっすぐまっすぐまっすぐ、残心を取る。これで引き分けの過程を練習してください。それができるようになって、ちっちゃくなって、こういう状態に引いてしまうと、これはなかなか難しい。反対に難しいです。大きく大きく頭の後ろをかく。通るようにして、あとは両肩がまっすぐかな、口割りのところに来てるかなっていうので、このまま両方の手を同じ位置に飛ばしてください。ちょっと Okay.